あ、あ、あ、久保さん最大のリスクヘッジですね最大のリスクヘッジにしましょうかまあちょっとね、えー、34がなくなって、えー、ちょっとですね寂しい思いもあるんですけどまあいろんなまあ,あの要因はありますでまあ一番良かったのはまあ一番僕はよ手放したけれども、えー、一番良かったなっていう要因はまあ後悔がなかったと後悔はないと ただ寂しいけどね後悔が。後悔がないほど乗った。まあ人生で言うならば、後悔がないほど何かに挑戦したりとか、何かいろんな思い出を作ったっていう感じですよね。うん。別に後悔はないんですけど、まあさすがにね、愛着があるんで寂しいなっていうのはありますけど、まあその寂しさもそのうちね、新しい車が来て、またそこで思い出作ったらまたあれなのかなっていうところで。そう。で、最大のリスケッチっていうのは、 その盗まれた時なんですよね。盗まれた時。ね。あの <laughs>、窃盗犯に盗まれて、で、駐車場に止めてたけど亡くなってる。そして、誰だか分かんないあの、海外に密輸されてね。<laughs> もしくはバラバラにされてとかね。じゃあ、それを,がを考えた時きね。まあ、僕はその、 なんだろうな、どういう気持ちになるのかなっていう、少なくても、まあ、あの手放して、ちゃんと業者にこうお渡ししてね、まあ、もちろんお金ももらえるんだけどもあの、次のオーナーさんの思い出も作れるわけじゃないですか、まあ、次のオーナーさんが所有してパクられたらあれですけども、だから本当にねあの、今、名古屋とかね、 大阪とか都心部、東京とかもそうですけども、やっぱね、窃盗がもうすごいことになってるんですよ。で、さっきそのニュースに、まあ、トヨタのニュースが流れたんですけど、あの半導体不足でその900万台遅れてるとかね。<laughs> だから本当、今、中古市場がすごい、まあ、全体的なボリュームが非常に上がってます。だからしし、新車で注文しても半導体がないから、まあ納車できないと。うんだ,だからもう、中古、まあ、 うん、まあ R34 に限らず全部の中高が上がってるとでそのなんだお風呂っすねまあそのランクルとかも有名になりましたけどランクルも新車価格900万ぐらいで売れてたやつが業者のオークションで1500万で売れるみたいなねだ業者のオークションで1500万なんでそこから業者は利益取らないといけないんで300万ぐらいは絶対上乗せすると思うんで でそうすると新車が普通に買って900万なのになか中古価格1800万とか2000万出てくるっていうね <laughs> なんかようわかんないですけど <laughs> まあ転売目的で買わないでねってででもまあ転売しちゃうところはやっぱあるんでねうんだからまあそういうその世の中の流れですよねうん R34 に限らずっていう話でその世の中の流れを見たとしてもまあそういう状況だと で今後、その半導体が復活したとしてもその昔の生産量に追いついたとしても今までの新規注文しているうーお客さんにまず供給しないといけないんでだから今、注文するとそのストックが供給そのなんだ商品をその待ってくれている人に提供してからのあれなんでつまり昔の3倍ぐらいの生産をしないといけないんですよね、多分 い潤滑にすぐ、じゃあ、お客さんのもとに新車を提供するって言ったら、多分半導体3倍ぐらい作らないと、多分無理だと思うんですよ。<laughs> それは、今のこのコロナの状況で、世界的にね、日本も増えてますけど、世界を見ると、もっと爆れアメリカなんかもっと爆にしてるわけですから、だからまあ、リスクは高まるわけですよね、中古の,中高のそ,うそういうものを持ってると。うん、だからまあ僕はその あのー、昔はねもう全国ぐるぐる回って、ぐるぐる回ったから20万キロぐらい、23万キロか、乗りましたけども、もう全国、気軽にもう、ね、乗って駐車するってことは、もうできないんですよ、できることはできるけど、パクられるリスクあるんで、そうだから、まあ、昔ねその、長崎だった、長崎に止めてたときに、あのうパクられてはいないですけど、ナンバープレートがっつり折られて。 そうあのそういうね、嫌からもいるんで、うん、まあ、それはナンバープレートをお,らおられるだけでよかったんだけども、そういうのもありますから、うん、からやっぱね、その最大のやっぱリスクヘッジというか、まあ、そのリスクヘッジは、ね、考えた方が僕はいいと思いますね、リスクヘッジですね。まあ、それはやっぱ、あの久保さんもいろいろ考えられてると思いますけど、うん 逆に言うと、自己責任を持てない人ももちろんいるんだけども、やらないリスクですよね。これ、やらないリスクっていうのも最大のリスクなんじゃないかなと思ったりもするわけですよ。だネットなんか、久保さんとのこう億万長者シリーズはまたずっと続くだろうけれども、別に金かかんないわけですよ、いくらやっても。 だそのまあ、結局その大人になって一番問題があるのは、まあ、お金の問題と健康の問題とまあ人間関係だとだけどお金がある程度あると人間関係も別に会社のトラブルは会社辞めちゃえばいいわけです、ね、<laughs> だからお金があればね別に会社に出社する必要ないしおかあ会社とのなんだ人間関係のトラブルもないわけじゃないですかで健康の問題に関してもお金がまあまああれば まあ健康的なね、食事行くのか、あとはまあフィットネス行くのか、まあ、自由にやればいいじゃないですか。でお金があると、時間的自由もあるで。精神的なストレスもそんなにない。人間の一番の健康のあれっていうのは多分ストレスだと思うんですね。過度の、重度の。で、その重度のストレスが、まあ、うつ病を発症したりとか、まあ、時にはもう死まで行くっていうね、自殺まで行ってしまったりとか、まあ、あとその、ストレスが原因でね、どん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 代謝が悪くなって、あえー、なんだ。 結局病気になるっていうねうんだからストレスがないすある程度ストレスがないその過度のストレスがまあちょっとのストレスは僕は必要だと思うんだけどもその重度のストレスがない生活とかまあいろんな要面いろいろな面で考えるとやっぱお金の問題は絶対にクリアしておいた方が僕はいいと思いますし。 でお金の問題をクリアすると、全部の問題をクリアできるわけではないけども、ある程度クリアできるよと。うん。だからやらないリスクっていうのが、人生の最大のリスクなんじゃないかなと思いますね。うん。そう。ただからもう僕はやりますけど。うん。まあ、あとはまあ、車はちょっとね、車の話とはちょっと少しずれましたけど、うん。だからその、リスクって何なんだろうっていうのを考える。 メリットみんなメリットを考える部分があるんですよ、本当に、だから億万長者合宿もね、本当になんか億万長者になれるんですかと、そのメリットですよね。億万長者合宿に参加したら、本当に億万,長者合宿億万長者になれるんですかっていうメリットですよね。みんなメリット、これやったらどうなんですかってメリットの方を見るんだけど、じゃあ、そこに行かなかったリスクはどうなのかと、参加しなかったリスクはどうなのかと。もし久保さんが当時ね、 塾に入っってなかったら今ないですから間違いなく今の人生はねだから入らなかった時のリスクやらなかった時のリスクどうなのっていうのはあんまり考えないですよねだから僕はラッキーだったのがやっぱその、うん、ビジネスをいっぱい勉強していろんな体験をしてそういうことを考えられるようになったうんだからうん前までは 絶対手放さないいくら払っても手放さんぞ!」みたいな1億ぐらいだったらまあ考えるけどねみたいな話だったけどもやっぱりビジネス勉強しててよかったなと思いますねうんであとまあ手放すタイミングもうんまあまあいい感じのその価格帯のところでまあ手放せたかなと、まあ、未来はもっと上がるかもしれないですけどもただその何年待つねはって話で。 うんそうぶっちゃけもうありえない価格ですからね、もう23万キロ走って、あの価格で売れる車はま絶対ないですね、もう絶対ない、生きる <laughs> 23万も走ってて、あ,あまあ、な久保さんにはちょっと直接お会いしたときに、ね、価格はね、あのお伝えしますけど、これ、あんま業者と契約してあの、言わないでくれって言われてるんで、だから一般には言わないですけど、ネットではね。うん はいまあ、ということで、まあ、最大のリスクヘッジっていうところで、まあ、リスクは何がリスクなのかっていうところをあの考えた方がいいんじゃないかなとやっぱお金の問題を解決しないっていうのはもうリスクでしかないなと大人になってね、うん、だからそこは真剣に考えた方がいいし、まあ、真剣に取り組んだ方がいいだろうし、うん、そこを勉強する価値は何だろうな、まあ、久保さんがねビジネスが 僕を自由にしてくれたみたいな名言ありますけどもやっぱビジネスをやることによっていろいろな応用が効くってことですね。っ、うん、ってらっしゃる